はい、えー、どうも、吉谷です。今回ですね、熟成さんから、えー、質問いただいたというか、ご要望というか、いろいろいただいたので回答したいと思います。えー、吉シさんのリスクがないからやらない方がリスクというマインドができたらすごく良いなと思いました。そういうことを話している動画はどれやかにありますか普段の動画で何度か同じ話を聞いていましたが、がっつり話している動画があったり繰り返し聞きたいですということで、まあこれ要望みたいな感じですね。で、こちらの要望に対してですね、えっ、ー、と、このマインドセットの中にですね、 えー、た未来を変えるたった一つの原則未来を変えるたった一つの原則っていうのをちょっとテーマとしてつけて、えー、ここのここの下あたりにですね、えー、講義の方をちょっと追加しようと思います、うんえー、未来を変えるたった一つの原則、うんはい、これをですねまあそのこうまあ 行動しないとダメなんですけど、行動する上でどういういろいろな側面で僕はいろいろ話したいなと思うんで、これはですね、スライドショーでちょっと作って、パワーポイントの資料を作って、で、まあ何度も聞いてその学習できるような、そのまあ、いつもこのホワイトボードでね、僕はこうえ話すことが多いんですけど、プレゼンテーション資料をちゃんと作って分かりやすく、まあここ大事なんで、一応ね、このマインドセットの中でもだいぶこのコンテンツをこう入れてるんですけれども、 うん、はい。入れてます。あと、いただいたのが、そうそうそう。ここあ、これ、ここに入れ、埋め込んじゃうかな。あ、いいか。これはこれでいいのか。うん。これもいただいたやつなんですけれども。はい。ですね。まあ、ここにちょっと入れます。 で、あとは、えっ、ー、と、これもね、ちょっと追加予定です。30万稼ぐステップの中に、この30万稼ぐステップの中に、ここの下にですね、ここに、ここの下に、えー、究極のリサーチ方法、究極のリサーチ方法を入れる予定です。これはですね、まあこの情報発信していくうー講義がここから始まるわけなんですけど、情報発信をしていくのはここから始まるわけなんですけれども、まあ一番その、その、市場の声を知らないと、 まあ情報発信しづらい部分があるんで、ここにその究極のリサーチ方法っていうのを入れます。追加予定です。はい。交期待ください。で、あとですね、こちら、ドリアカのおたやせォームと質問フォームしかなかったら送っています。え、報告専用のフォームは今後作らないですかということで、まあ今、おたやせォームしかないんですけども、これですね、僕作りまして、作ったというか、ここのフォームを変えました。このおたやせォームっていうのがあるんですけども、熟成専用の。 でここにですね、このカテゴリーを作りました、こうだ結果報告なのか、お問い合わせなのかっていうのをちょっとポチッとしていただいて、結果報告していただく方は結、結果報告にポチッとして、ポチッとして、ここに、えー、書いていただければなと。お問い合わせの場合は、お問い合わせで、えー、その相談内容ですね、書いていただいて、でえー、結果報告の場合は、結果報告にこうやって、結果をちょっと入れていただきたいなと思います。 で、一応、まあ、ここもですね、まあ、同じなんですけれども、結果報告に関してということで、まあ、おたやさんも同じリンクですけれども、ここに入れてます。で一応、あの、メールで直接いただく方もいるんで、まあ、メールに直接いただいてもいいですけれども、まあ、できれば、こっちのおたやさんフォームからいただけると管理がしやすいとか、僕も最近、その、あの、メールが結構来るようになりまして、はい。まあ、ここにいただけると、非常に僕が、その、助かるというか、 ありメールで直接来るとブワーってなんかもうそのやり取りもそこから始まってなんか何が何だか分かんなくなっちゃう部分もあるんでその、ね、今後熟成さんが増えていくと今はちょっと、まあ、個別でメール来たら対応はしている部分はあるんですけどこれがじゃあ100人200あじゃあ3なんだ100人1日100人のお問い合わせまあでも対応できるか100人ぐらいだったら。 僕、マックスメール対応4 1日400人ぐらいやってたんで、まあ、できないことはないかな。はい。まあ、大丈夫です。はい。えメール、<laughs> 結論大丈夫です。1日400ぐらいメール対応してたこともあるんで、やると思います、ね。ただ、お手足フォームにしていただいた方がちょっと僕と一気には助かるかなって、ここからきしていただけると助かるかなって思います。はい。ですね。まあ、い,といただいた質問に対しての要望と、 に関してはあの対応しますので、えー、よろしくお願いいたします。はい。まあ、こちらの新しいね、こちらも大事な、めちゃめちゃ大事な講義になるので、えー、僕も気合い入れて作りますので、これは PowerPoint 資料でね、ちょっとわかりやすく作ろうかなと思います。これはあのホワイトボードでの講義ですね。はい。ということで、今回ですね、ご質問ご要望はいただいたについて、えー、回答させていただきました。ありがとうございます。